の漢方で健康にのコーナーです。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で7店舗を展開する漢方専門一心堂薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も一心堂薬局小木秀幸先生にお越しいただいています。小木先生こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとしばらく小沢さんに代わって私もお相手させていただきますので、はいはい、どうぞよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします。さあ今日はどんなテーマ、そして漢方をご紹介いただけますでしょうか。はい、先週も生活習慣病についてお話しさせていただきましたので、はい、まあその流れの中でですね、今日はその生活習慣病の中からコレステロール値、中性脂肪値の高い方のお話をさせていただければということで、はいはい、ご用意してまいりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。コレステロール値、中性脂肪値が高い方ということなんですが、はい、こういった方がかかりやすい病気というのはどんなものがあるんですか。はい、まずコレステロール値、中性脂肪値の高い方がかかりやすい病気といいますと、はい、糖尿病であったり、はいはい、動脈硬化症であったり、うん、はい、胆石症、あと高血圧ですよね、はい、あと脂肪肝、あと急性腫瘍、はい、あと脳梗塞、心筋梗塞、うん、まあ、こういうふうな怖い病気がですね、挙げられるわけなんですね、はいはい、なんかかなり病気のリスクが高まるんだなっていうことがよくわかりますね。そうですね、非常にこうこのコレステロール値、中性脂肪値が高いと、はい、まあ、病気に対するその、まあ、リスクっていうのは高く なりますよね。そうですね、はい、そういったコレステロール値、中性脂肪値の基準値っていうのがあるんですよね。そうなんです、はい、まず皆さんご存知の、まあ、コレステロール、まあ、総コレステロールですね、うん、はい、これはですね、どのぐらいの、まあ、基準値になっているかといいますと、はい、140から199、うん、これは大体、まあ、基準値になっているわけなんですね、はい、これのオーバーしてしまったりすると、はい、ちょっと問題が出てきそうだと。その通りなんです、はい、うん、じゃあ、 あとコレステロール値でも、はい、まあ、よく検診なんかでこの HDL コレステロールと LDL コレステロールという分が、はいはい、よく総コレステロールと同時にですね、はい、まあ、記入されている、まあ、ね、記載されているような部分があるかと思うんですが、はい、でこのHDL コレステロールというのが俗に言う善玉コレステロールなんですね。はい、善玉、はいはいはい、でこれは男女ちょっと違ってましてですね、はい、まあ、まあ、男でしたら、40から70が基準値なんですね、はい、で女性でしたら45から75と、うん、若干女性の方の基準値の方がちょっと高いんです。高めですね、はい、これもオーバーすると良くない。そうです、これ以上なってくるとちょっと注意しなきゃいけないという、はい、であともう一つのこの LDL コレステロール、これが俗に言う悪玉コレステロールで、はい、70から、169、はい、これが、まあ基準値になってくるわけですね。これは男女共通なんですね。はい、そうなんです。これ善玉でも、はい、悪玉でも同じように気をつけなければならないですね。そうなんです、うん、でやはりこの善玉と悪玉コレステロールのですね、まあ、バランスなんですね、うん、あですからこのよく悪玉コレステロールがどうのこうのっていうふうな、善玉がどうのこうのっていうふうな形で、はい、言いますけども、はい、この善玉コレステロールと悪玉コレステロールのこのバランスがですね必要になってくるんで、一概にその、まあ、悪玉コレステロールこれが、はい、高いからといってですね、悪いわけではない。で、あるいは善玉コレステロールが良ければですね、いいっていうわけではないです。バランス、はい、バランスなんですね。で、あと中性脂肪の、まあ値ですよね、はい、まあ、よく TG というふうな形でも書かれていると思うんですが、はい、まあ、基準値が30から149というふうな形で、まあ、この、まあ、間に入っていればですね、まあ、正常だというふうな形なんですね、はい、なるほど。皆さん健康診断の結果などを見ながらね、はい、確認していただきたいですね。そうですね、はい、はい、そしてこれらを改善するのにおすすめの漢方があるということなんですね。そうなんです、はい、で今日はお二人のですね症例をお持ちしましたので、はい、これを、まあ、お話ししながらちょっと、はい、参考にしていただければと思うんですが、はい、お願いします。まず
お一人目の方がですね、まあ、コレステロールの値が高いということで、はい、35歳を過ぎてからこの値が高くなってきたと、うん、で、数字的にはですね283あるということで、やはりその先ほどお話しさせていただいた数字をかなり、はい、まあ、超えていらっしゃると。 それは総コレステロール値が、はい、そうですね、それ今基準は199とご紹介いただいたので、はい、だいぶオーバーしてますね。そうなんです、うん、で細かい自覚症状としてお話しいただいたのがですね、はいはい、まあ、最近こう血圧が多少高くなってきましたということと、はい、あと手足のこの先ですよね、先、はい、これが冷えると、はい、でこの方はまあ女性でいらっしゃってですね、はい、あの、更年期のせいかイライラすることが多いということ、うん、あと急にこう汗をかいたりですね、のぼせたりする、はい、で多少めまい肩こりがありますと、はい、で体質的な部分としましてさらにお話しいただいたのが、子宮筋腫で手術したご経験があって、はい、まあ、病院の方からはコレステロールを下げるお薬と、うん、あとご自分であの健康食品のこうロイヤルゼリーを、はい、まあ、飲んでますという方の症例なんです、はい、じゃあご自身でも結構気をつけてらっしゃる方でもあったわけですね。そうなんですね、うん、はい、で一応とりあえずあの病院の方でもなかなかこう数字がその安定しないということで、まあ、漢方を、うん、まあ、あのお試しになりたいということでご来店された方なんですね。なるほど。でこちらの方にですね服用していただいたお薬なんですが、はい、神逍遥散というお薬を服用していただいたんです、はい、でこれはあの病院のお薬も飲んでいただきながら、まあ、とりあえずスタート時点でですね、はい、はい、あの服用していただきました、はい、で経過状況をご紹介しますとですね、はい、あの服用して2ヶ月経った時点ではですね、うん、大きい変化はなかったんです。しかしあの、イライラ感がですね落ち着いてきたということをちょっとお話しいただいたんですね、はい、で4ヶ月経過した時点では、はい、こう最近こうカーッとこう体が熱く感じることがなくなってですね、うん、急な発汗もなくなってきたと、はい、だいぶ分かりやすく出てきましたね。そうなんです、うん、で5ヶ月経過した時点のコメントとしましてはですね、はい、あの検査の結果コレステロール値が20下がっていたということで、はい、数字にかなり現れて、そうなんです、はい、で数字的にもこう下がってたんで非常にこう、うん、まあ、あの喜んでいらっしゃったんですね。なるほど、はい、で8ヶ月経過した時点ではですね、はい、あの血圧も、まあ、上が145下が85前後で、まあ、落ち着いているということ、はい、で11ヶ月経った時点ではですね、はい、まあ、検査の結果これあの今回のこの検査のコレステロール値がですね、あの正常だったと、はい、正常値に入ったということで、あの喜ばれてた方の症例なんですね。そうなんですね、はい、バシッとこの方の体質にこの神逍遥散というのがあったんですね。そうなんですね、はい、すごい喜ばれましたよね、はい、そしてまた違う例というのもあるそうで、はい、じゃあお二人目の方の症例をご紹介しますとですね、はい、まあ、こちらの方もあのコレステロールと中性脂肪値が高いということでご相談された方の症例なんですが、はい、でこの方の場合ですね太り始めてからですね、はい、この検診なんかでこのコレステロールと中性脂肪の値が高いというチェックされるようになったと、はい、で体重がですねここ 3,4 年で12キロ増えちゃった方なんですね、はい、で血圧も高くてその上が150から160、はい、下が、90から95ぐらいというふうなことなんですね、はい、であとあの空腹時のです、ね、血糖値これも少し高くてですね125ぐらいな、はい、まあ、普通でしたら110以下に収まっていればいいんですが、はい、空腹時の場合の血糖値ですね、はい、125と若干やっぱり高いんですね。あと便秘気味でですね2日に1回の排便で、うん、まあ、固めの便でこの常にこう排便した後でもこう残便感が常にあるんですと。うーん、であと頭痛肩こり、そういうふうなことを訴えられたんですね、はい、でこの方もまあ病院の方からコレステロールを下げるお薬と中性脂肪を下げるお薬ということで、はい、あの薬をいただいてますという方の症例なんです、はい、でこちらの方にまあ服用していただいた漢方の薬なんですが、はい、まあ、防風通商酸というお薬なんです、はい、でまずあの飲み始めてですね、まあ、すぐ変わってきたのがこの便秘症だったのがですね、はい、毎日こうまあ、出るような形になってですね、はい、まあ、便秘が改善したというのがまず最初の、まあ、スタートだったんですね。これだけでも嬉しいですね、はい、うん、で飲みあの始めること、まあ、1ヶ月後、まあ、ご来店の時にですね、はい、まずあの体重が 1.5 キロ減ったということで、はい、まあ、お腹周りがまあすっきりしてきましたと、はいはい、
で3ヶ月経過した時点でのコメントなんですが、はい、あの血液検査をした結果ですね、コレステロール値とですね血圧の値、うん、これがそれぞれ下がっていたと。はい、で5ヶ月経過した時点では、はい、あの体重が減ったせいか、まあ、血圧も下がってですね正常になったそうなんですね。なるほど、はい、で、はい、コレステロールと、まあ、中性脂肪値は、まあ、前回の結果とあまり変わらなかったと、はい、しかしあの自覚症状としてですね、はい、あの肩こりは良くなりましたよというようなことをおっしゃられたんです。肩こりまで改善しちゃうんですね。そうなんです、うん、でさらにまあ9ヶ月経った時点でのコメントがですね、はい、また再度あの血液検査の結果を、まあ、お持ちいただいてですね、はい、あのまあ、今回コレステロール値はほぼ正常値だったと、はいはい、で体重はですね、まあ、初めからあの漢方薬を飲み始める前から比べるとですね、はい、7キロもまあ減ってですね、なるほど、はい、まあ、体全体がまあ良い方向に向かっている感じだということで、まあ、現在も継続中の方の症例なんですね。9ヶ月で7キロ減るっていうのは、はい、健康的で、はい、しかも体の変化としてしっかり現れるので、はい、すごくモチベーション的にも嬉しい数字ですよね。そうですね、うん、まあ、確かにその、まあ、あの漢方薬を、まあ、まあ、服用し始めてからですね、やはりそのまあ、病院の先生にも言われて食生活の改善という部分は確かにあったんですけども、はい、まあ、結果として、まあ、スタートしてから結局この9ヶ月これでまあ体重の方はあの健康的に、まあ、あの先ほど言ったその7キロもお痩せになられたという方なんですね、はい、そうなんですね、はい、この検査のコレステロール値などが正常値になるまで、はい、まあ、あの最初の方は11ヶ月、はい、で次の方は9ヶ月とかかってますが、はい、それまでにしっかりと体の改善というのを感じられるんですね。そうなんです。細かい症状がですね、やはりあの治りやすいところ、うん、あるいは変わりやすいところが一つ一つこう変わっていくということなんですね、はいはい、すごく興味深く聞かせていただきました、はい、このコレステロール値ですとか中性脂肪値高いという生活習慣病からのね、こういった症状を悩まれている方多いと思いますので、はい、ぜひこういった方ね、はい、あのご相談にいらしていただきたいですね。そうですね、はい、はい、わかりました。ありがとうございました。 ありがとうございました。ここまで荻秀幸の漢方で健康に、今週も一心堂薬局の荻秀幸先生とお送りしました。荻先生ありがとうございました。 ありがとうございました。